ーナーより大谷慎一郎入場。さあ、熱さと夢を求めて戦い続けますこの男、炎の刃大谷慎一郎の入場であります。赤コーナーより選手入場。さあ、ヒーズハードコア不死身のタフガイが入場してまいりました。大谷さん、シングルマッチ時間無制限、大谷一本勝負を行います。ガンガン青コーナー180センチ、105キロ、大谷慎一郎。大谷赤コーナー頑張れ、オリジナルレスラー頑張れ頑張れ。阿部慎之助、大谷今ゴングが鳴りました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。つかみます。あと、目つぶし攻撃、腕をフックします。ブレインバスターで叩きつけます。組み合います。ロープに振った。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか？これはまだ五分五分ですね。そうですか。肘を打ち込んでまいります。バット逆に丸めていった。跳ね上げてまいります。行くのか。小気味の良い攻防を展開してまいります。掴んだ。張ります。掴みます。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。ああ、なるほど、そうだったんですか。いざ十字固めに持ってまいります。ロープに逃れました。掴んだ。ハンマーを振りかざします。掴みます。膝を殺してまいります。乾いた音が館内に響きます。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流してるわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。パンチで返します。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。引き起こします。組みに行きます。あと返します。リング上は逆片指固めの体勢。抱えます。エルボーを入れていきます。腕をフックします。エルボー掴んだ。サミング、組みに行きます。投げてまいります。館内がどよめきます。腰を落とします。させません。
張ってまいります。このあたり入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。ええ、あっとエルボー、打ち込んでまいります。行くのか、場外に落とします。リング下に降ります。フライングリールキック、抱えます。 DDT、 リング内に戻ります。気合を入れてまいります。張ってまいります。張ります。あっとエルボー、乾いた音が館内に響きます。顔面に突き刺さります。リング下に降ります。起こします。エルボー掴みます。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。リング内に戻ります。館内も盛り上がります。打ち込んでまいります。抱えます。ドリルボールパイルドライバー、抑え込んでカウント 2.5。 まだまだです。組み合った、逆に振り返して、さあここから顔面ウォッシュに持っていく。見栄を切った、抱き起こす。エルボーを打ち込む、腕を回した、ブレインバスターで叩きつける。あっと逆に切り返した、エルボーを入れていく、ラフに転じる。タイガー行くのか、ハンマーパンチ強烈、バックドロップが綺麗にセンスを広げた。カバーの体勢、カウント2。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね、コーナーに振って、10分経過。さあえげつない顔面ウォッシュに持っていった。カウントは入る、ロープブレイク、ロープブレイク、蹴り上げていく、すごい顔で打つ。あと逆に倒した、起こした、抱えた。あと外した、首根っこを掴んだ、張った、頭を掴んで張り手、腕をフックした。あと DDT、 バックに回った。あと逆さ抑え込み、ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。ブロックした、ドロップキックが突き刺さる。このポーズ強烈、サンセットフリップ、腕をフックした、エルボー強烈、抱えた、外した、引っこ抜きか、パワーボム、パワーボム、カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。リング上の殺虫剤 DDT、 引き起こす、ライアット強烈、肉体を躍動させる。掴んだ、すごい音がした、張り手、首根っこを掴んだ、厳しい攻めを見せる。あっとラリアット、ヘビに固める、カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。投げていった、立たせていく、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで投げつける、
おたけびを上げた。腕をフックした。顔面砕きスクラッチ DDT。 リフティングミニッツゴー。片エビに持ち込む。カウント 2.99。 イヤホー。抱えた。ストバックに突き刺さった。頭を掴んで、あー、いやらしい攻撃だ。ちょっと今カウンターになりましたよ。グロッキー状況か。ライアット左腕、気合を入れた。起こした。